こんにちは、科学的に正しい読書術を書いたアッキーです。それでは今回は何歳からでも結果が出る本当の勉強法について解説していきます。もしあなたが勉強の成果を加速させたいのであれば、頭の中から捨て去ってほしい漢字2文字の言葉があります。この本の著者の望月俊孝さんは、この言葉に気づくまで数千万円のお金と20年の歳月を費やしました。就職、結婚、転職といったライフイベントの中で試行錯誤するものの、不動産投資や起業の失敗で6000万円の借金を負いました。勉強でしくじるたびにさらに自分を追い詰めていく日々、知識も意欲もあるのに何も身についていないことに心底嫌になりました。でもそのどん底で自分の中にずっとあった言葉に気がついたのが、最初に紹介した漢字2文字の存在です。その言葉とは完璧です。自分は完璧でないといけない、完璧でないものはダメ、価値がないなどという完璧主義が著者である望月さんを追い詰めていました。学び方を変えて完璧主義を手放すことで、人生は何歳からでも逆転ができます。自分のできることは最大限に認め生かしてください。そして自分のできないことを素直に認めて学んでください。さらに自分のできることを相手が期待する水準まで広げてください。いわば完成主義です。この言葉に気づいた後、6000万円の借金を1年間で返済することができました。この動画では今の環境から抜け出したい、このままでは終わりたくないと思っている人の力になる方法をお伝えしていきます。30年間の勉強法の集大成となった本として、数ある中から9個を厳選して紹介します。勉強になった、もっと知りたいと思った人はいいねやコメントをください。1個目、人は死ぬ間際にもっと勉強すればよかったと後悔する。あなたがこの世を去るときに一番後悔することは何ですか？僕たちにとって最も大切な問いの一つです。誰もがいつかはこの世を去ります。全く思い残すことなく死を迎えられる人はいないです。もっとやっておけばよかったという後悔は誰しもあるはずです。この点、終末医療の現場からは様々なレポートが寄せられています。よくあるのは、もっと遊んで楽しめばよかったという後悔です。確かに一度きりの人生、楽しまなければ損な気はします。では遊び回る人生が本当の意味で悔いのない人生なのか、ここで少し驚く研究を紹介します。1989年、アリゾナ大学のリチャード・キニアさんは316名の参加者に、もしあなたが人生をもう一度やり直せたとしたら今と違うことをすると思う分野は何ですかと問いかけました。調査の対象は大人ですが、年齢にばらつきがあるため人生経験に差があります。しかし結果は面白いもので、もっと一生懸命教育を受けることと全体の4割近くが回答しました。つまり勉強に対する後悔が多かったです。なぜこんな結果になったのか、それは勉強が人生のあらゆる問題のマスターキーだからです。仕事の勉強をもっとしていれば、お金やワークライフバランスの問題で悔やむことは減ります。ライフスタイルの勉強をもっとしていれば、自己管理やキャリアの問題で悩むことが減ります。人間の勉強をもっとしていれば、パートナーシップや職場の人間関係の問題で悩むことは減ります。人生は悩みの連続です。迷った時は学ぶことを選んでください。それが笑顔でこの世を去る秘訣です。2個目、学習とは一つでも多く間違いに気づくこと。人はなぜ勉強するのか、これは起源前からある問いかけです。学校に通い教科書を読むことは代表的な学習です。しかしこの問いかけへの決定的な答えが、アメリカ人研究者のロバート・レスコーラとアラン・ワグナーさんによって提唱されました。生物は事象が予測に反している時のみ学習するというものです。予測できないことを少しでも減らすためです。この能力があったからこそ、僕たち人類は複雑で変化の激しい環境の中で他の生き物よりも圧倒的に生き延びる確率を上げることができました。僕たちが今生きているのは今日までの学習のおかげと言っても過言ではないです。そして大切なのは、その本質から最も効果的な3ステップの勉強法を導き出すことができます。そのステップは次の3つです。
ステップの1は仮説を立てて正解を予測すること、ステップの2は実際の結果と照らし合わせて間違いやズレを特定すること、ステップの3はその間違いやズレを修正することです。すなわち勉強法の極意とは素早くたくさんの間違いに気づくことです。誰でも罰だらけの答案は嫌なものです。でも僕たちは罰と認識して初めて学習ができます。その修正を繰り返して自分の正解の予測と実際の正解のズレがなくなった時が試験の合格の瞬間です。なおこれは試験のような勉強だけではなく仕事の極意でもあります。トップセールスや有名な経営者は必ず仮説を立てています。彼らにとっての仕事とは自分の仮説の検証です。だから新規開拓の挑戦もお客様からのお叱りにもしっかりと生かして次につなげていきます。3個目、勉強時間で大切なのは開始時刻を守ること。入試や難関資格受験でよく聞かれるのが1日何時間ぐらい勉強すれば合格できますかです。基本的に試験の難易度が高ければ長時間の学習は避けられないです。いくら参考書や講座の内容が進化しても効率化できる時間には限界があります。そもそも人は本気で勉強に没頭する本気モードになると時間を計っていないです。つまり早くこの本気モードに移行することを考えた方がいいです。その一歩が毎日の勉強を開始する時刻をきちんと守ることです。2015年ビクトリア大学の研究では、強い習慣が定着しやすい人は時間的一貫性があることが判明しました。毎朝6時には定期的に運動する、夕食後は運動するなどといった特定の時間を決めていた人は見事に運動の習慣が身についていました。望月さんも30年以上前から早朝と深夜にアラーム設定をして自分の勉強開始時間を守っています。今まで学習から離れていた人は1時間机に向かうことすら大変です。そんな人はまず1日の 1% である15分間いつも同じ時間から学習してみてください。それが習慣として定着すれば次第に机に向かう時間が増えていきます。その先には起きている時間すべてを勉強している本気モードのあなたが待っています。4個目、勉強は隙間時間で積み重ねた方が効果的。すべての学ぶ人が持つ悩みとしてなかなか勉強する時間が取れないというものがあります。仕事や家庭のある社会人だけでなく部活や学校行事がある学生も抱えている問題です。勉強しようにも平日は何かと中断される、休日は平日の疲れで集中できない、それに退職して勉強に専念したいけど将来が不安で踏み出せない社会人もたくさんいます。でも実は勉強はまとまった時間がないときほど進む可能性があります。カーネギーメロン大学のアレッサンドロ・アクリスティと心理学者の A.R. ピアさんはニューヨークタイムズの依頼で検証を行いました。136名の参加者を3つのグループに分けて認知能力テストを受けてもらいました。 A グループは集中してテストを受けてもらいます。 B と C グループは途中でテストを中断することを予告します。そして B チームと C チームは実際に2回テストを中断し集中を妨げました。この2つのグループのテスト結果は A グループよりも 20% も低いものでした。このように人は何かを中断されるだけでできることもできなくなります。さてこの検証には続きがあります。次のテストでも前回同様に B グループと C グループに途中で中断することを予告しました。しかし実際に中断したのは B グループだけです。 C グループには中断を予告していたものの中断せずに最後まで集中して解いてもらいました。そんな C グループの正解率はなんと前回のテストよりも約 43% アップしました。これは最初から集中できていた A グループの正解率を抜くものでした。なぜこんなことが起きたのか研究チームはこう考えました。人は中断される可能性を予測することで一種の締め切り効果が起き集中力が増した。この検証の結果を踏まえると短い隙間時間を活用することは一つの優れた勉強法といえます。
例えば通学電車の中は最高の学習空間です。自分の駅に着いたら降りなければいけないため中断の予告は完璧です。さらにそこまでの通過域が学習の目安にもなります。例えば一駅の間で一つの問題を解く、1ページ記憶をする、講座映像をスマホでワンチャプター見ることができます。さてあなたの日常でこんな隙間時間はあとどれくらい見つけられますか？さらにその時間に活用できる細切れの資料や教材は準備できていますか？いつ来るかわからないまとまった時間を待つよりも隙間時間を積み重ねたものが勝ちます。5個目、合格体験談には限界がある。あなたは試験の合格体験談を読んだことがありますか？おそらくあるという人が多いです。偏差値〇〇からの逆転合格、わずか何ヶ月の挑戦で見事合格、このようなストーリーは特に胸を打ちます。自分も頑張ろうという気持ちになります。もちろん先人の経験に学ぶことは大切です。でも著者の望月さんは成功談あふれる自己啓発業界にいた経験から合格体験談は 100% 信じきってはいけないと考えています。その理由は当時の感情を忘れて簡単だったと表現しがちであることです。喉元すぎれば暑さを忘れるという言葉があります。人間は過去にどんなきつい感情を体験していたとしても今実際に渦中にいなければその感情がいかに自分の行動に影響を与えたかを思い出せないです。6個目、記憶量は体験した時間に応じて増える。誰もが望むこととしてできれば記憶にかける時間を減らしたいと考えます。時間をかけることで覚えられる量が増えるのは当然です。でもあまり時間を増やせない場合はどうしたらいいのか。答えは客観的な時間ではなくあなたの主観的な時間を増やせばいいです。1920年代から心理学の世界では個々人が主観的に感じる時間の感覚が研究されてきました。そんな時代の流れの中でマンチェスター大学のルーク・ジョーンズらは2017年画期的な研究を発表しました。20名の参加者の一部にまず反復する 5Hz のクリック音を5秒間聞いてもらいます。次に瞬間的に投影された文字をできる限り記憶してもらいます。するとクリック音を聞いた参加者はそうでない参加者よりも約 94% 記憶に残った文字数が多かったです。実はクリック音を意識して聞くことによって参加者が感じる主観的な時間が長くなりました。これにより情報処理が深くなって結果として記憶力の上昇につながりました。この仕組みを日常で応用するには記憶するときにストップウォッチで時間を計算することがおすすめです。ストップウォッチはピッと始まりピピッという音で終わることが多いです。このような意図した区切りにより学習者は主観的な時間を意識することができます。すると結果としてその時間内に扱った内容に対する記憶力が増えます。すぐに実践できるため試してみてください。7個目、速読法は効果があるのか。どんな分厚い本でも1分間で読めますという速読法がたくさんあります。でも大事なのはその先です。特に試験勉強で求められるのは内容を深く理解してどんな角度からの質問でも答えられるようになることです。この期待に世の中の速読法は答えられるのか、象徴的な実験があります。1980年、カーネギーメロン大学の研究チームは次の3つのグループに文章を読んでもらいました。1つ目は速読者グループ、1分間に約600から700単語読めるグループです。2つ目は一般人グループ、1分間に約250の単語を読めるグループです。3つ目は読み飛ばしグループ、1分間に600から700単語を見てもらうグループです。最後にようやく確認テストをすると面白い事実が分かりました。一般人の約 2.5 倍の速度で読める速読者グループの点数は読み飛ばしグループよりはマシなものの、明らかに普通に読んだ一般人グループよりも下でした。さらに課題の文章を背景知識のない高度な科学論文にすると速読者チームの点数は最下位になってしまいました。この実験で分かるのは理解の本質です。結局理解とは今までの知識と新しい知識の結びつきで起きるものです。
いくら早く読めても全く知識がないものを理解することはできないです。読書の速読は眼球運動のコントロールよりも人の言語処理能力次第であることが言われています。入門書から始めて徐々に専門用語と理論展開に慣れていく、これが最も意味のある読書法であり勉強法です。8個目、わからないと言えるのは勉強を重ねている証拠。講演や授業の最後で先生が問いかける言葉に何か質問はありますかというものがあります。反応がなくちょっと気まずい空気が流れることも多いです。人前でここがわかりません、教えてくださいというのは実に恥ずかしいことです。でもここで考えてほしいことがあります。わかりませんという質問は本当に恥ずかしいことですか？ギリシャの哲学者ソクラテスの有名な逸話があります。ある日のこと、ソクラテスの弟子のカレイホンはデルフォイの神殿でこんな問いを立てました。ソクラテスより賢い人間はいるのか。随分と思い切ったものです。帰ってきたのはアテナイにはソクラテスよりも賢い人間は一人もいないでした。これを全く信じなかったのがソクラテス自身です。彼は自分自身の無知さ加減を自覚していました。なぜ自分ほど無知の人間が最も賢いと言われるのか。名だたる政治家や知識人と対話をする中でソクラテスはある気づきを得ます。私は自分が知らないということを知っている。この姿勢は現在にも引き継がれています。科学者は自分の知っていることと知らないことを必ず区別して話します。そのため分かりませんは私に自信がありますや私を信じて大丈夫というセリフと同義語として扱われます。分かりませんと堂々と質問できることはしっかりと学習を積み重ねている証拠です。ぜひ積極的に分からないという質問をしてください。その勇気が持てるまでまずは勉強を積み重ねてください。9個目、20分休憩があったら自然の中を歩く。2019年ハーバード大学の研究チームはとても興味深い調査を発表しました。高度650キロの上空を飛ぶ人工衛星から撮られた画像を使ってアメリカの各学校の校庭の緑地の面積を調べました。そのデータと州の小中高の統一学力テストの結果を照らし合わせると衝撃的な傾向が判明しました。学校の周囲の緑地が広いほど英語と数学の成績が高い。自然と触れ合う大切さは誰もが知っています。僕たち人間の自律神経を整え、ストレスを減らして、騒音や大気汚染から守ってくれます。そして自然との触れ合いが学習能力を高めることも教えてくれました。そこで学習能力を高めるために大切な手法で、短時間でできるシンプルな方法が散歩ウォーキングです。1週間に 2.5 時間、つまり1日たった21分のウォーキングで心臓病のリスクを 30% 減らすことができると言われています。ウォーキングなどの運動は糖尿病やがんや高血圧や高コレステロールのリスクも低下させ、認知症の予防にも効果的という報告もあります。都会であっても大きな公園であれば自然は残っています。ぜひ勉強のためにも健康のためにも1日20分程度から身近な自然の中をウォーキングしてみてください。解説は以上です。本気で勉強した人だけが手に入れることができる本当の財産があります。それは知力と胆力です。胆力とは物事に対して動じない精神力のことです。自分を超えて他人のために何かを成し遂げるときに必要です。これこそが本気の勉強で手に入る最高の財産です。本気で学ぶと人はそれを必ず他人のためになり、世界の問題解決になります。僕たちの住む世界はこのような胆力ある先人たちが築いてくれたものです。僕たち一人一人ができることは問題に立ち向かう胆力を養うことです。そのための偉大な一歩があなた自身の心揺さぶられる分野で学び始めることです。それは必ず他人のためになり、世界の問題解決になります。そして僕たちがこの世を去った後もより良い世界を後世に残すことができます。今回の解説が参考になった、勉強になった人はいいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。